MBS メディアホールディングス毎日放送。MBS テレビ MBS テレビは大阪府大阪市に本社を置くテレビ単営局である毎日放送の放送上の故障である。放送対象地域は近畿広域圏。コールサインは JoyDTV、リモコンキー ID は4。二千十一年七月十四日の地上デジタル放送完全移行を機に同日付けの新聞。 テレビ情報誌などの表記が開局以来使われてきた毎日テレビから MBS テレビに統一された。地上デジタルテレビ放送の G ガイドでは MBS 毎日放送と表記している。2011年7月23日までは一般故障を毎日放送テレビと言っていたほか、単に MBS と故障される場合や、アナログ時代には新聞などのラジオテレビ欄では、 毎日テレビと表記されていたが、中日新聞と日韓県民福井ではラジオと同様、毎日 MBS とスポーツ日本と日韓スポーツ、神戸新聞、デイリースポーツでは毎日と表記されていた。なお当時はラジオ部門とは異なり、MBS テレビと呼称されることは稀であった。ネットワークは TBS テレビを キー局とする JNN の機関局活順キー局で G ガイドの番組データの配信を行っている。かつては民放テレビ局は NNN、NNS 系列局のみの徳島県にもアナログ G ガイドの番組データの配信を対応していた。ちなみに MBS は1950年12月27日に新日本放送株式会社として設立。 翌1951年9月1日に、ラジオの本放送を開始したが、テレビの本放送を開始したのは、毎日放送への解消後の1959年3月1日であった。認定放送持ち株会社への移行期に、テレビ放送事業とラジオ放送事業を一体として、分割準備会社へ承継させたため、本校目名は、MBS のテレビ部門の故障を指す。ただし、 新、毎日放送は、開局70周年を迎える2021年4月1日付で、テレビ放送事業専門の会社に移行。ラジオ放送事業については、同日付で、株式会社 MBS ラジオへ承継させた。毎日新聞大阪本社級社屋跡地ここにかつて、毎日放送の社屋もあった。現在は跡地にエルセラアン化商品が運営する。 ホテルが立っている毎日放送の前身である新日本放送は1956年12月1日に朝日放送、朝日新聞社、毎日新聞社と合弁で大阪テレビ放送株式会社を設立してテレビ放送に参入した。その後大阪地区ではもう一つテレビチャンネルが割り当てられ共に独自のテレビ局を持ちたい朝日放送と新日本放送は 別々に免許を申請。セリネガイの結果、朝日放送は大阪テレビ放送と合併することとなり、新日本放送は1958年6月1日に毎日放送と解消した上で、大阪テレビ放送から資本と役員を引き上げ、テレビ会局のための人員の移籍を行い、1959年3月1日、独自に、 テレビ局を準教育テレビ局として開局した。開局当初のテレビスタジオは、大阪市北区道島の毎日大阪海間南館12階にあった。キー局は、右予局設の末、日本教育テレビとなった。キー局が、教育専門局、なおかつ、当時のネット系列の純粋なフルネットは、MBS だけであり、営業面や、報道面など様々なハンデを背負いながら、 MBS のテレビ部門は発足し、毎日大阪海間南館に設けられたスタジオも小さい上に狭く、使い勝手が悪かった。しかし MBS は、こうしたスタジオ事情を逆手に取り、南波南海海間からの、番頭は、ウントデッチドンや梅田花月劇場からの吉本、新喜劇中継などの外部公開収録番組が生み出された。1960年、 日本万国博覧会の開催地に内定していた大阪府水田市の千里急漁に2階建ての近代的なテレビとラジオの総合スタジオ、千里急放送センターを開設、着小局であるネットとネットを組んだことを逆手にとって自らキー局となって発展する将来展望を見据えて設計され、在京キー局にまっさるとも劣らない規模と設備を誇った。 地里9位天後元陶場の本社と営業の部署は、銅島に残り、銅島の毎日新聞大阪本社内にニュースデスクを、開設。九百六十八年、日本科学技術振興財団が運営していた、東京の民放テレビ局、東京十二チャンネルが事実上破綻したため、再建策として、同局のテレビ番組制作を行う、株式会社東京十二チャンネルプロダクションが在会を、 中心に設立され、毎日放送無経営に参加。1969年10月より、東京12チャンネルともネットワーク関係を樹立し、MBS はクロスネット制作をとった。1975年3月31日、テレビネットワークを整理することとなり、これまでのネットテレビと東京12チャンネルのクロスネットから TBS 系列の準キー局に倶えした。 ニュース系列も案を脱退し、JNN に加盟。朝日放送に代わって、5社連盟に参加した。ただし、ネットチェンジ後も毎日放送は、東京12チャンネルの経営に継続して参加し、ネットチェンジ前からネットしていた東京12チャンネル制作の番組を、番組購入の形に切り替え遅れネットで継続させ、MBS にとって変わる近畿地区の、 tx 系列局会局の支援もいった。これらの経緯から、現在も MBS は、テレビ東京の大株主であり、アニメやドキュメンタリー番組の制作を得意とし、コーポレートカラーが青と赤で、ロゴのカラーに緑色を採用するなど、系列外となった現在で無料局には、共通点が多く残っている。なお、毎日放送の現在のキー局である、TBS テレビは、 テレビ東京と共同で有料動画配信サービス、パラビを運営しており、同サービスでは毎日放送制作番組も一部配信が行われている。JNN 系列のリモコンキー ID 地図地図上で青が塗られている地域では ID4 である。大阪地区のアナログテレビ放送の第 4CH はもともと NHK 大阪放送局が総合テレビで使用していた。 すでに開局していた大阪テレビ放送、すでに設立されていた大関西テレビ放送に続く大阪地区に割り当てられた民放3.4波目のチャンネルをめぐり、大阪読売新聞系の新大阪テレビ放送、近畿教育文化テレビ及び関西教育文化放送と競り願いになり、事態が硬直した際、ノート部側は兵庫県姫路地区の NHK 向けに割り当てられていた。 第 2CH を大阪地区へ持ってくることを提案。これが通って、第 2CH は NHK 大阪に割り当てられることになり、さらに、大阪地区には民放へ2派、第 4CH と第 10CH が準教育局として免許を与えられることになった。しかし、教育専門局2社の処遇をめぐり、当時郵政大臣であった田中角栄が、 MBS ノート部にそれぞれ合併するよう示唆したのに、対しノート部が断固拒否した。ついで教育2社が合併して、MBS ノート部のいずれかと合併することとなり、押し付けあった挙句 MBS は、第 4CH の獲得を条件に教育局と合併することをのみ、ノート部はキー局の日本テレビと同じ第 4CH を断念する代わりに単独開局の道を選んだ。 このことが超年展解消までの東京地区と大阪地区で、n t v 系とネット系で、チャンネル番号が系列ベースで逆転することとなった。MBS が第 4CH を選択した理由は、当時テレビ受蔵機の多くのチューナーが 6CH までしかないのが多く、端の番号に当たる第 10CH は営業制作上不利と言われたことと、 従来 NHK テレビが使用していたために視聴者に馴染みがあったことによるもの。開局以降、MBS は4マークを導入する等で4を強調していた。超年点ネットワークが解消された1975年4月改編では、ザ・ドリフターズを起用した4月から4チャンネルだよ。全員集合のキャッチコピーを用いていた。こうして、 4チャンネルが定着していたこともあり、デジタルテレビ放送のリモコンキー ID も4になった。リモコンキー ID の4は、他に福岡県の RKB 毎日放送が同様の理由で4が使われる。また MBSRKB 以外の JNN 系列局のリモコンキー ID は、HBCTBCMBC が1。 RCC タイズ NBC RKK OBS RBC が3 CBC が5その他16局は TBS IBC MRO のアナログ放送チャンネルと同じ6が使用される新日本放送としての開局以来毎日放送グループの株主に名を連ねている電通の調査によれば日本のラジオ広告費は1998年から減少 その後も、インターネットの発達や、スマートフォンの登場など、メディアやエンターテインメントの多様化が進むにつれて、前言の傾向が続いている。MBS では、ラジオとテレビを経営するからこそできたことがあるので、シナジーを生み出すことが大事との姿勢から、新・毎日放送への事業承継後も、ラジオとテレビの経営体制を維持してきた。しかし、ラジオ放送事業の経営環境は、 上記の傾向と無縁ではなく、年々厳しさを増している。その一方で、事業承継後に日本国内で大規模な自然災害が相次いでいることや、2020年の初頭から日本国内で新型コロナウイルスへの感染が拡大していることなどを背景に、詳細な地域情報を提供する、身近なメディアとしてのラジオの価値は見直されつつある。 さらに、2010年代以降は、ラジコや FM 保管放送を通じて、メディアとしての可能性が拡大の一途をたどっている。新・毎日放送では、以上の動向を総合的に勘案した結果、変化に機敏に対応しながら、毎日放送ラジオが将来にわたって発展して、いくには、独立した会社として、迅速な経営判断と、 機動的な業務執行を実現させることが必要で自主独立の精神が高まることによって新しいビジネスを生み出すことも可能。認定放送を持ち株会社体制へ移行してからの3年間にグループ会社との連携を強める中で会社は別でもグループ内でシナジーを生んでいくことは十分に可能という手応えをつかめたと判断。2020年5月28日に 自社と MBS メディアホールディングスの取締役会で以下の方針を決議した。もっとも、新毎日放送では、この計画を発表後に事業承継の前倒しを改めて検討。長期的な経済環境の悪化が予測される状況で、今後のラジオ事業のあり方を早急に固めながら、対策を立てていく必要があるとの認識のもとで、 独立した新しい会社で2021年秋の改編に向けて準備するのがふさわしいとの判断に至ったため事業承継の期日を当初の計画より半年早い2021年4月1日に繰り上げた。また同日付で分割準備会社の称号を株式会社 MBS ラジオに変更することも決定。新毎日放送については ラジオ放送事業の分離後も、株式会社毎日放送という称号を引き続き、使用するほか、アナウンスセンターなどの関連部署を残すことになった。2021年3月31日23時59分45秒から4月1日0時15秒に、新、毎日放送が、テレビ単営局へ移行した、デジタルテレビ放送のコールサインを、 じゃあ DTV から JoyDTV に変更されたコールサインを告知指導局の夕方の情報番組である4 c h a t v のフォーマット出演者でスタジオセットで収録された映像を通じて同番組 MC の川田直也アナウンサーが変更を告知して放送した2021年4月1日以降は日本の広域圏でテレビ放送事業を運営する 民間放送事業者がすべてテレビ単営局になり、近畿地方でテレビラジオ放送事業を兼営する民間放送事業者が京都放送のみになった。以下のケーブルテレビ局では MBS テレビが再放送されている。なお、徳島県では区域外再放送がすべてのケーブルテレビ局で開始された。徳島県は地上波系列局が一局しかないので、 いわゆる区域外再放送の特例が認められている。太字で記した CATV 局はリモコンキー ID4 で再放送されているつぼねである。2府4県、約200カ所の中継局が設置され中継局経由で、視聴する場合でも4にプリセットされ視聴されていた。ここでは5万人以上市の中心部を放送エリアに、含む中継局、または、 出力 50W 以上の中継局を抜粋するすべてハイビジョン対応2014年4月4日のビーカングランドオープンを前に同年2月3日放送分のチチンプイプイから運用を開始同番組では2019年1月25日放送分まで使用していた当初ギャラクシーホールという名でホール兼用スタジオとして運用していたがスタジオ需要の変化に伴い ホール機能を封印し、テレビスタジオに切り替えた。その際に、名称も、ギャラクシースタジオと改めた。その後、2014年4月の本社グランドオープンに、伴い、対外的な名称として、シースタジオを使用。ただし、ギャラクシースタジオという名称も廃止しておらず、2つの、名称が並存していた。一方、オーラ、ジャプラステージにある、 C スタジオの入り口にはライブセンターとなった現在もギャラクシーホールの看板が掲げられている。2019年1月にライブセンターへと改装された。かつてはダウンタウンの元や良い街語といった番組の生放送やロッケミツザワールドの収録に使われた。C スタジオを含む M 館2階のスペースについては当社のテレビ放送事業60周年記念事業の 一環として生放送への対応や報道、制作両局間の連携を強化する目的でライブセンターとして新装。2019年1月28日のチチンプイプイから運用を開始した。同年4月1日から2021年3月5日までは当時5枠で編成されていたミントと共用。チチンプイプイが2021年3月12日で、 終了してからは、両番組のセットを撤収した上で、29日から、4ンチャン t v の関西ローカルパートで使用している。ニュースミントは、ニューススタジオから放送していたが、4ンチャン t v では、関西ローカルニュースも、ライブセンター内のスタジオセットから伝えている。ライブセンターでは、C スタジオのスペースを、生放送の情報番組と連動した、情報フロアへ改装。 ラジオ放送向けのブースも順次設置する。当初は視聴者の見学に対応したオープンスペースの設置も計画していたが、ジャプラステージを改修した上でライブセンターへ組み込む方針に変更。このため、チチンプイプイをはじめライブセンターから放送される番組を常時見学できるようにはなっていない。東京支社のスタジオは、 ラジオ収録が主体で、テレビ収録や生中継も可能な多目的スタジオとなっており、スタジオ設備のうちラジオ対応としては、茶屋町本社で受けサブを必要とせずに生放送を送り出せる。また茶屋町本社から制御可能な遠隔操作 HD カメラが1台常設されている。ほか、スタジオサブに隣接して、テレビ用の VTR 機材などが配置されている。 従来のデザインの MBS のハイビジョン中継者 JNA の加盟局のうち五大都市の放送局が参加する五社連盟の構成者 TBS ホールディングスの大株主で歴代社長は社外取り締まり役を兼ねているということもあり CBC テレビ RKB 毎日放送と並んで TBS 系列地方局の中で強い影響力を持つ自社制作番組を 深夜枠に差し替えるなど、TBS テレビ制作の深夜番組の同時ネットには消極的である。1975年のネットチェンジまで関東地方の東京12チャンネルへ販売していた過去があるが、毎日放送制作のローカル番組が TBS テレビで放送されるのは超年展開消時に東京12チャンネルから移行した二角高子の夫婦往来などや、 2000年代以降の、よいこぶや、ロケみつロケロケロケのレギュラー放送など一部に限られる。2009年4月からは、関西ローカルで平日の午後に放送されていた、ちチ,チンプイプよ、金曜日のみ、TBS テレビが逆ネット方式で放送。もっとも、関西ローカル時代の内容を変えずに放送するという、ポリシーが貫かれたため、TBS テレビでのネットは4ヶ月間にとどまった。 同局では2015年4月からゴゴスマ、ゴーゴー、スマイル、マイナスの同時ネットを開始すると半年後の番組リニューアルを機に制作協力扱いでゴゴスマをサポート。チチンプイプイも上記のポリシーを基調に他の系列局で全編ネットを実施していたがゴゴスマへ乗り換えるつぼねが相次いだ結果2020年4月から関西ローカル番組に戻った。 結局、2020年初頭からの新型コロナウイルス感染拡大の影響で毎日、放送グループ全体の収益が急速に悪化していることを背景に、チチンプイプイを2021年3月12日放送分で終了することを決定。TBS 系列の強化へ資することを目的に、チチンプイプイの放送枠で翌週から午後スマの 同時ネットを実施する方針に転換した。国政選挙投げ、開票日の夜間に放送される選挙特別番組では TBS テレビが制作した内容の大半を差し替えた上で自社制作番組をベースに独自の企画を放送している。その一方で TBS テレビ制作の番組や主催イベントを積極的に宣伝しているほか 同局が制作に関わる映画の制作委員会に参加。東京支社で制作するプレバトでは2017年8月から TBS 系人気番組対抗戦を開編期などで定期的に実施している。かつては毎日放送の記者やアナウンサーが TBS テレビへの出向を通じて同局制作の報道、情報番組にレギュラーで出演していた。 報道局解説委員で、元、アナウンサーの三沢はじめは、記者時代に TBS テレビへの出向扱いで、筑紫哲也ニュース23のサブキャスターを務めていた。逆に、TBS テレビ社員の武田和明が、TBS ラジオの政治担当記者だった時期には、ニュース解説のコメンテーターとして、チチンプイプイや、ボイスに不定期で出演していた。また、本社のある、 大阪市内で2007年8月に開催された世界陸上大阪大会では競技などの中継や関連番組を TBS テレビと共同で制作。毎日放送からも実況などで3名のアナウンサーが登場した。さらに2010年10月から2012年9月までは音楽と奥バラエティ番組 EXILE d a m a s を日曜22時台で 2011年10月から2021年3月まではトーク番組沢子の朝を土曜朝7時台後半でいずれも TBS テレビと共同制作の形で放送していた。エグザイル魂 a m a 沢子の朝とも制作を TBS テレビ番組創出とスポンサーセールスを毎日放送で分担しながら番組の著作権を両者で共有していた。 サワコの朝が2021年3月限りで終了してからは全国ネットの放送体制を維持しつつ同番組の放送枠を後枠番組のサタデープラスに組み込んでいる毎日放送東京支社は2008年2月12日に東京赤坂の旧 TBS テレビ本館跡地に建設された高層ビル赤坂ビズタワーに転しキー局 TBS テレビの敷地内に 準キー局毎日放送が死者を置くようになった。TBS テレビ敷地内にある番組グッズの店には毎日放送のコーナーがあり、毎日放送のキャラクター商品が販売されている。超年々時代にキー局だったネットテレビとはしばしば番組編成や内容をめぐる衝突が起きていたという。その典型的な例が十三事象打ち切り事件で他にもギャングを 打ち切り、対象テレビ寄せ、サモン日曜お笑い劇場総合打ち切りなど、実際の番組編成にまで響いたケースがある。ただ、ネットテレビが主導した教育、教養番組専門のネットワーク、民間放送教育協会を通じた両局の関係はネットチェンジ後も続いた。1992年3月末に TBS 系列の団結を図るために、 民協協を脱退したが、それまでは、親の目、この目などの民協協制作番組について引き続き、テレビ朝日からの送り出しを受け、親の目では、持ち回りの初曲となることもあった。開局当初は、大阪テレビとの関係上、TBS テレビとのネットが難しくなったため、事前の作として、高橋晋三と、しか信との信仰関係や、ラジオでの日本放送、 文化放送との結びつきから、フジテレビとネットワークを組むことを考慮していたという。実際、本放送開始当初は、フジテレビからの番組が毎日放送へも流れ、また逆に毎日放送制作の番組を富士にネットすることもあった。2010年1月期に、フジテレビが制作参加のシニアアニメ、刀子が毎日放送制作協力で放送されていた。 現在でもフジテレビ制作番組をチチンプイプイ等でプッシュするケースがある。テレビ東京は同社設立以来毎日放送が大株主の一角に加わっており、1969年10月1日より1975年3月30日まで相互ネットを行っていた。そのため毎日放送は東京12チャンネルを買収して曲名も 東京毎日放送に変更、新テレビネットワークを構築する計画もあったが、超年々解消に向けて奔走していた毎日、新聞社や TBS をはじめ、郵政省や自由民主党といった政界からも、猛反発を受けたため、この計画は頓挫した。東坂間のネットチェンジに伴い、東京12チャンネルとの相互ネットも解消されたが、 それ以降も番組販売の関係は1982年3月1日のテレビ大阪開局まで続いた。日本テレビとの関係は1959年のプロ野球日本シリーズ中継を共同制作、放送した実績があるが一部には親密と言われており、1996年に発覚した TBS ビデオ問題をめぐる報道で日本テレビと TBS テレビの関係が険悪になった時も毎日放送と日本テレビの関係は維持された。特番についてありがとうございます。